焦ったわ、マジで焦った。届いてさ、なんだろうと思って、なんか今日届くのあったけど、パッと見たらさ、ガシャポンバンダイオフィシャルみたいな書いてあって、なんだこれだと。で、思い出したわけ。そうだ、ネットのガチャでさ、オンラインガチャで、リュウグウノツカイ。もう発売時期か、そういえば。生き物大図鑑ミニだっけ？あの名前。めちゃめちゃクオリティ高いシリーズがあって、それのリュウグウノツカイだぜ。ガチでやばいと思ってさ、そうそう、オンラインガチャやっとった、ずっと待ってたんだよね。これ毎回忘れた頃にやってくるよな、このオンラインガチャってね。やっぱりガチャガチャはさ、お店でやるのが一番だよな。もう忘れた頃に ただずっとね、楽しみにしてた商品だったからさ、あのリュウグウノツカイいつ来るんだろうなと思ってたんだよね。そうだ、もう発売時期だよ、今。それでは開封して、開けて見てみましょう。パカリス、仕事開けまして。おお、これか。これだ。ちょ、待って。どういう風に入ってんだ、これ。カプセルに入ってたっけ、この、オンライン。あ、入ってるね、カプセルに。あ、これリュウグウノツカイの、これリュウグウノツカイだよね。これリュウグウノツカイの、ちょっと待って。あ、カプセルに入ってないわ。入ってると思ったけど、カプセルには入ってなく、そのまま直に入ってる。これコンプしたよね、俺ね。あれ、リュウグウノツカイ出てやめたっけ？リュウグウノツカイゲットしたの覚えてるんだよね。ただコンプしてるはずだよね。確か全部出てるはずだから。わあ、これが、リュウグウノツカイでしょ？ 超楽しみ！やばい、震えてきた！いや、でも、後ろ飾るとこねえな。どうしよう。もう一個やっぱ棚作るか。あそこ、ジャンプ飾ってる上側のとこ空いてっから、あそこに棚を作って、ちょっと飾りたいね、これね。リュウグウノツカイ。で、他のメンツもね、やばいんだよね。水魚ですよ。水魚。見て。水魚。名前。もう名前だけで震えてくれ。ほっほっほ！やべ！手が震えてきた、手が震えてきた。水魚さんに、で、ちょうちんあんこうもいるんですよ。ちょうちんあんこう。水魚とちょうちんあんこうのこのさ、コンビネーションだけでもやべえのに、リュウグウノツカイいるからね。しかもリュウグウノツカイ、俺、あ、かぶったっけ？そうか、かぶらし、そう、2個。2個か。いや、3個か。そうだ、ちょ、思い出してきたわ。ほら、リュウグウノツカイ3個あった。トリプルだわ、トリプルできる。リュウグウノツカイ。で、これが、ミツクリザメ、ゴブリンシャーケ。最近ね、ジュースのおまけのやつ、全種コンプセットゲットできてさ、めっちゃ波に乗って、さらにこれに、ね、生き物大図鑑で、さらに、とどめを刺されるという、こう最高の、うわー、流れですよ。やべえ、ミツクリザメ、ちょうちんあんこう、水を、そして、リュウグウの使いであると、ポーやばすぎるだろ、これ。まずやっぱリュウグウノツカイラスボスだから最後、ラスボスだけだわ、被ってるの。あと、被ってね。あ、こんな感じだったっけ、結果的には。リュウグウノツカイ3つ被っとって、あとね、他1個ずつ出てる。何この運の良さ。こんな運良かったっけ、このガチャ俺。まずは水魚ちゃんから見る、生き物大図鑑。ミニコレクションね。このミニのやつすごく、あ、そう、この紙見ようか、まず。ミニシリーズめちゃめちゃいいよね。カブトムシのさ、飛んでるとこでさ、こうディスプレイできたりとか、クワガタとかさ、最高だったじゃん。で、これの深海生物バージョン。深海魚バージョンということ。うわぁ、たまらんね。正直俺、こっちのね、ミニコレクション、生き物大好きなミニの方が好きなんだよね。ディスプレイが超かっこいいんだよ。稼働はしないんだけど、リュウグウノツカイ、チョウチンアンコ、ミツクリザメに、今開けた水魚であると。うわ、これはもうフォルミーがめっちゃかっこいいよね、水もね。ジュースのさ、前見たジュースのおまけの、いやー、ビヨすごかったけど、やっぱこれには勝てんな。あっちはあっちで素晴らしいクオリティなんだけど、でっかいもん、これ。ジュースのおまけじゃないからね、こっちはね。いやー、かっこいい。でね、ちょっと、あ、こっちいたっけ？台座もね、結構こだわってて、あ、ここいないね。なんか誰だったっけ？誰かのね、カニかなんかいるんだよね。カニかなんかが潜んどって。この題材のこだわりを感じられて、すごい好きなシリーズなんだよね。これ岩場だね。深海の岩場。そこに現れたのが水魚ちゃんであります。いや、マジでか。もう、出す前からクオリティがわかるぞ。出す前からクオリティが。うやー、見てこれ、やばいやばい。てか、水魚もかぶり、いや、ちょっと待って、これ失敗したな。水魚もかぶりたい。リュウグウノツカイ3つかぶって最高なんだけど、これ何も言えねえ。なんも、うわぁ、歯もさ、特徴的なギザギザの、
トゲトゲの歯もめっちゃギザってるね、ギザ歯。もうかっこいいなぁ。体がメタリッキーに、ちょ、わかりにくいと思うんだけど、モニター越しだとね、肉眼で見るとね、めっちゃメタリッキーの、ギラギラに光ってる体。すごいわ、このクオリティ。で、ここに穴が開いてるでしょ。で、あ、まず尻尾つけるか。尻尾つけてから、この穴がね、もうポイント。すごくね、もう最高にポイントがないんだけど、あの、ちょっとガシャン、おー、でっけーでっけーでっけー、いや、ちょっと待って、もうこれ何も言えねえわ。ただただ黙ってこのクオリティを見ようぜ。もう何も言うことない。これ単体だけでも最高じゃん。しかしこの穴ね。ドゥルドゥドゥルドゥルドゥルルルドゥドゥドゥルドゥポッ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 シュポポ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 見て。岩場にセッティングできる。もうほんと、海の中を泳いでるみたいな。ザバーって今湖が来たみたいな感じの、これ躍動感を感じられるよね。うわぁ、やっぱ生き物大図鑑ミニだわ。さすがのこのディスプレイ力。ディスプレイ力が普通の生き物大図鑑、まあ、あっちは稼働するっていう楽しみがあるんだけどさ、もうディスプレイ力に関してはこっちに勝てないからね。見てこれ。湖の。躍動感ですよ。かっこよすぎるわ。いや、待って、俺なんでこれ被んないでやめちゃったんだろう。リュウグウノツカイ3つ被って、そこで満足してやめちゃったんかな。これも被らせるべきだったわ。もう2、3体欲しい、これ。いやー、失敗した。なんで1個でやめたんだ。ちょっと被ってないかな。被ってない。うわー、マジか。これさ、お店でも、でもできるよね。お店で。俺ネットのガチャでやったけど、多分お店でもできると、もうちょっと探してくるわ。え、これオンラインガチャ限定じゃないよね。オンラインガチャポン限定の商品じゃないと。はずだから、この、生き物大図鑑ミニシリーズは。もういい、次、ちょ、気を取り直して、次。何開ける？いや、俺見つけるさよ、大好きだから。ちょ、ちょうちゃんこ行こうか。これ、あー、これもあったね。前に見たさ、ちょうど最近だよね。一週間くらい前かな。あの、ペットボトルの、ペットボトル、あの、ジュースのペットボトル蓋っていうか、あのね、下が台座になってて。あれ、蓋、つかないよね、上にね。あ、もう、つけようともつくかな。サイズ的にペットボトルの蓋につきそうな感じはするんだけど、ちょうちんあんこうですよ。うわ、気持ち悪い。気持ち悪い。このゴツゴツした感じが最高だよね。この気持ち悪い、気もかっこいいとはお前のことですよ、これ。気もかっこいい。うわ、このイボイボ感がたまらんね。見て。はぁ、やばい、はぁ、やばい、はぁ、やばい。うわ、これで獲物をむさぼるのか。獲物をおびき寄せてる、ね。今ここにないけど、ここにないけどね。これですよ。うわ。これでおびき寄せて、獲物を、近づいてきた獲物を、バケーンと。俺はくっつけた方がいいかな。接着した方がもしかしたらいいかもしれないけど、とりあえずはね、取りやすそう、めっちゃ取りやすそうだけど。うわー、ちょうちんやんこ。できました。ほんとにちょうちん持ってるみたいで、こうやってね、ちょうちんで。すごい。で、このちょうちんあんこにももちろんね、こう穴が、お、なんだこの穴と。なんだこれ不良品かと。いや、違うんですよ。こうなんですよ。すげえ。ちょっと、ちょっと、これやばいでしょ。このディスプレイ力見て。うわー、あ、ちょっと待って、台座にいるか。あ、いないな。あれ、何の台座、なんかいてよね、台座。俺、台座になんかいたの覚えてんだよな。リュウグウノツカイかな。なんかね、台座にね、リュウグウノツカイだわ。あ、リュウグウノツカイか。あれ、いないかもしかして。あれ、なんか台座にいなかったっけ。とりあえず今開けた、ちょうちんあんこね。すごいわ。クオリティ。やべ、実行し、あとどうしよう。俺なんで一回でやめたんだろう。すげえ。このクオリティですよ。このクオリティ、ちょうちんあんこの。さすがミニだね。生き物ですが、ミニ。さすがの。クオリティだと歯がギツギツ、すげえ。ちょうちんあんこ、水を、このコンビネーションですよ。コンビネーション。やばくね？ミツクリザメと水を、両方とも歯、歯がやばすぎる。命を取りに来てるね、これね。すごいっすよ。こいつらが本当に今はもう海の中でいるっていうのがすごいロマンだよね。深海にいるんだぜ、今はもう。今この現在、俺が動画撮ってる今も生きてるっていうのがすごいよね。これはロマンだな。ガブー！うおー！ガブー！すげー！で、次！俺がね、今回ね、一番ね、キャラ的には好き。一番、リュウグウノツカイ一番でかいくてさ、迫力ありそうだから、メインディッシュにしてるけど、今回のキャラは、
ちょうちんあんこ、水魚、竜宮の使い、ゴブリンシャーク、ミツクリザメ。ミツクリザメナンバーワンですき。深海生物だと、ラブかミツクリザメ、メンダゴホッピンアイ。あれ、でもミツクリザメ1位かな？いや、どうしよう。ラブか1位。でもラブかもすごい魅力的な生物なんだよね。ただこのミツクリザメのあの口がさ、なんと言ってもロマンじゃん、口。口もどういう風に再現されているのかめちゃくちゃ楽しみだわ。これが3つ。ちょっとちっちゃいんだけどね。ちっちゃいんだけど、口。おお、ちゃんと再現されてるわ。口ちゃんと、もう口がバケモン。マジでクリーチャー。口がもうクリーチャーなんだよね、この子ね。まず、いや、もうちょ、岩場もチェックしていい？なんか、あ、ほら、いた。岩場、ミツクリザメか。ちょっと白黒だったから分かりにくかったけど。いたわ。ミツクリザメちゃんの岩場にいるんだわ。エジキが。エジキが。で、だー、ミツクリ、うわ、たまらん。見て、この口。口の中から口が出てきてるようなさ、ボコッ、ボコッ。口がもう、めっちゃ飛び出してくるんだよね。まあ、人間で言うと歯茎がめっちゃバーって出てくる感じかな。グラーって。うわ、かっこいいねー。これがゴブリンシャーケですよ。名前もいいよね。ゴブリンシャーケ。ミツクリザメ、もう特徴的な口元がちゃんと再現されてる。ほら。特徴的な口元がね、ミツクリザメ。これいいガチャだな、マジで。すばらで、ここに、え、待って、こう、合ってる、こうで。なんか違う。獲物の、形を見ればいいのか。獲物の、こんな感じか。こんな感じじゃない。こんな感じじゃない。あの、あ、そう、画像も見てね。画像も見て。まあ、合ってると思うけど、まあ、こんな感じじゃない。おー、できた。ミツクリザメ。すごいクオリティだったね。東京湾とかにもいるんだもんね。すげえな。いや、見てみたいな、本物。駿河湾、相模湾など、日本でも見れるっていうのはいいよね。などをはじめ、世界各地で水深1000メートル。1000メートル、1キロだぜ、だって。すっごい深いとこいんだな、深海魚。これは、一回、ちょっと、本物見たことないから、知るまでには本物見てみたいよね。この口元ガパガパちょっとやってみたいな。ちょっとこの口でね、生きてるやつだったら噛まれる。ちょっともう、どんなぐらいなんだろうな。噛まれたら痛いよな、やっぱな。指持ってかれっかな。ちょっと食らってみたいって気持ちにはなるよね。熊のさ、ひずめとかちょっと食らってみたいよ。昔思ってたんだけどさ、本物の熊見たら絶対もう無理だと思ったもんね。熊とか正直勝てると思ってたけどさ、ライオンとか。本物見たら無理だってわかるよな。絶対無理だってわかるよな。絶対勝てないよな。いやー、やばいわ。やっぱ、テレビで見てると勝てそうな気すんだよね、なんでもね、ライオンとかでもね。こんなでけえ猫やんけと思ってさ、後ろまた首取れば勝てるみたいな。でも本物見たら絶対無理だって思うよね。竜宮の使い方が物本見たらマジでけえんだろうな。竜、これがね、うわ、台座二つに分かれてる。ラスボスの竜宮サッチと本物の竜宮の使いですよ。うわー、すげえ。台座二つになってる。あ、こっちでもいたんだわ。こっちほら。オウムガイみたいな、柄的には似てるね。オウムガイっぽいやつが。タイがいるわ。すげえ。これが第一ブロック。で、次の第二ブロックを、すっげえでけえぞ、これ。見て、このでかさ。台座だけでも売れるレベルで、これ500円で。竜宮の使い用の台座、一回500円みたいな感じで。ほら、これだよ、このでかさ。すげえ。こんなでけえんだぜ、台座だけで。これはね、ここの突起に、リュウグウの使いをセッティングするわけだよ。ここに貝いるのもいいよね、貝がね。すっげえ。ミツクリザメとこのリュウグウの使いの岩場に、他の生物が潜んでいるね。オウム、あ、でもこれオウムガイだ、多分。これオウムガイ。オウムガイだと思う。よーく見たらね、オウムガイっぽいフォルムしとる。やっぱりほら。オウムガイっぽくない？やっぱオウムガイだな、これ多分オウムガイだね。で、そして、おー。この特徴的なヒレですよ。竜宮の使いってなんか、よく画像回ってくるけど、ちょくちょく見られてるよね。目撃されてるよね。動画で回ってくるんだよな。見れてすごい幸せなんだけど、あんな深海魚なのに、あんなとこにいてね、やっぱなんかあれかな、地球に異変が起きてんだから。いや、怖いね、なんかね。いや、もうやだな、もうなんか、平和に暮らしたいよね、毎日をね。やっぱもう災害とかなしで。竜宮の使いがあんなとこにいるということは、なんか、前振りかもしれないが、こう、なんか怖くなってくれるの、ああいうの見るとね。で、これが竜宮の。まだだよ。これとこれ繋げただけでもかなりでかいじゃん、ほら。
もうさっきの水王と同じサイズですよ、これ。もう、この時点で水王サイズ。しかし、頭が、さらにある、トゥルトゥルルドゥッ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 ドゥルルドゥッドゥッアスカリンコ、アスカリン、スカスカ、スカスカ、ドビュッシュガチャー我、覇者なり。覇者じゃん、これ。パッと見、煮干しみたいだけどな。なんか、乾燥してるみたいな、煮干しみたいな質感じゃない、こいつ。煮干しみたいになってさ、本物もこんな感じなんかな。なんか煮干しみたいな質感だけど。で、これですよ。やっぱこれだけじゃ寂しいからね。ヒレをつけなきゃいけない、このドラゴンのヒゲみたいな感じの。最後に、こう、でっかいね、鶏みたいなね、トサカみたいな。うわ、ヒレをつけ、美しい!ザバーン。深海を優雅に泳ぐ、我覇者なり、我竜宮の使いなり、覇者なり、すっげえけ。ていうかさ、このデカさだよ。やばくねえ、このデカさ。すっげえ。こんなにでけえのか、これ。いや、でかいのは分かってたんだけどね。で、あそこの穴、ここまで、実物ここまででかいとは、ちょ、ビビるぞ、これのデカさ、ほんと。心してかからんとね。もう、でかすぎるわ。で、ここに、セッティング。すれば、竜宮の使い。うわぁ、見て!これガチャだぜ、ガチャ。まあ、一回500円はするけど、高いけど、これでも一回1000円でもいいレベルだよね、このガチャね。いくつかもうガチャっていうレベルじゃないかも。普通のフィギュアショップとか行って、棚に飾ってるでしょ、2500円とか3000円ぐらいで。おぉ、竜宮の使いフィギュアみたいな。3000円か、カゴみたいになるよね、これね。これ一定500円で手に入る、この手に入れられる感動と興奮ですよ、これ。ありがとうございますじゃない。いろんなアングリングから見る、竜宮の使い。すっげえ。あの、ちょっとしたこうアクセントもいいよね。ちょっとしたね。いやー、可愛らしいな、これ。こいつ、オーブガイ。このオーブガイがすごい可愛いんだけど、ちょっと置いてみるか。素晴らしいなー、もう、これは言うことないんだけどさ、種類少ないね。ただ一つ欠点があるとすれば、このシリーズ、今回のね、種類が少ない。4種類しかないのがきついわ。もっとさ、いるんだが、ホッピーアイとか欲しかったよね、メンダコ。メンダコちゃんとかいたらもっと良かった深海生物。まあ、深海魚だから。でも、この竜宮の使いだけで残り5種分は果たしてるかもね。この迫力、このデカさ。まず、岩場がでけえもん、ほら。こいつ一人だけで残り5種のさ、迫力あるよな。すごかった竜宮の使い。水魚ちゃんである。ちょうちんあんこうちゃんである。そしてゴブリンシャークである。で、ドゥルッドゥって覇者である。覇者なり。でっけえな、これはでかすぎるわ。最高のクオリティだったね。まさかこんなにかっこいいとは。迫力もでかいの分かってたんだけど、ほんと実際出すと全然違うよな。迫力レベルがな。バジッパーねえわ、このでかさ。迫力。ということで、今回は、生き物大図鑑ミニコレクション、ミニのね、生き物大図鑑深海魚バージョンのね、開封レビュー動画でした。みんなもぜひ。いや、ほんと今見た通り、クオリティは間違いない。もうクオリティは間違いないから、ぜひね、欲しい魚いたらゲットしてみて。まあ、全部推しだけど、全部おすすめだけど、まあ、その中でも自分の好きな俺だったミツクリザメとかね。ミツクリザメよかったよ、ほんと。あと、口の部分ちょっともっと赤く塗ってもいいかなって思う。もう一体ゲットして、色塗ろうかな、リペイントしようかな。いやー楽しみだな。あとさ、なんかちっちゃいダイバーの人形とかあったらさ、ここにさ、セッティングとかしてさ、こいつがどれだけでかいのかっていうね、誇張してさ、リーグの使いを、のでかさを持ってね、実際このでかくないけど、ちょっと人間のダイバーとかをね、昔サメのやつにダイバーついてたから、あれつけてもいいかもしれないな。ということで、また次回ね、次の生き物大図鑑ミニのガチャフィギュアでお会いしましょう。今回の深海魚も最高だったな。次回も楽しみだな。この、ね、クオリティで早く高めとかゲンゴロウ来てほしいね。タガメゲンゴロウ水カマキリアメンボみたいなさ、いやー最高だろうな、来たらな、水生昆虫生き物ですがミニコレクション水生昆虫の巻みたいな、いやーやべえだろうな、すごい楽しい。まあいつか来るでしょう。